ここでできます、はい、はい、ということで、シンナーが勝ったわけなんですけども、さあ次の準決勝ですけれども、吉備と市福、岡山県同士ですね。そうです。このチームから、両チームはどんなチームなんでしょう。そうですね、吉備についてはやっぱりよく鍛え上げられた、だからこの場ではトーナメントが上がるごとに力を発揮するチームですね。市福についてはそうですね、こう 4,5 年ぐらいからすごく力をつけてきた地域だし、そういったチームですね。岡山県というのは先生、なかなか剣道のレベルが高いとこですよね。そうですね。なんで岡山県は強いんでしょう。まあ、城下町っていうところもあります、津山城ですね、はい、またあの岡山城、はい、そういったあの伝統があります。そうだったらあのやっぱり阿古とも同じですよね。そうですね、はい、地域的にはよく似たところって言いますか、うん。しかしなかなかこういう大きな試合になってきますと、日頃の実力以上にそのいつも勝ってる、上昇してるというところは貫禄勝ちするところもありますね。それはもうよくありますね。どのスポーツでも同じだと思うんですけれど、戦う方がちょっとビビるんですよね、相手に行く方が ね、ここは強いとこやという先入観みたいなのも持ったりしますね、はい。さて和歌山の新野が勝ちました。岡山の吉備との決勝でございますけれども、はい、先生、決勝戦やっぱり見応えがある試合が、続くと思うんですけども、はい、これは先鋒戦ですか。そうですね、先鋒戦です、はい。私はこう牽制試合ってなかなか技が出せない、優勝がかかってますから、はい、あの剣道でいろいろ試合の運び方というので、相手が打ってきてそれをさっとかわして面をポンと打ちに行くとかね、はい、あれを転んだ時には割に無様になるんで ね、相手にかわされた時ね、はい、緊迫した試合が続いておりますけれども、これもちょっと体格身長の差なんですかな、はい。あの早いですね、本当に。あのさっきのお話にあったように、決勝になりますと、スピードも増してるし、実力もそれに試合につれて、どん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 つけていく、力をつけていく、それでまた強くなるんでしょうね。はい、この試合の中で強くなってくるチームっていうのもありますし、だけどもいつも勝って、そして試合でごとに強くなるっていうのは、この吉備なんていうのは鬼に金棒みたいなチームですね。そうです ね。今打ち込みましたね、はい、赤がありました。先生、今何が決まったんですか。いや、面です。面、相手が打った後ですね、気を抜いたところを一本と。またこの試合は吉備が前回の準決勝で随分苦戦をしておりますから、はい、だからそういう厳しさが持ったまま決勝に臨んでますから、吉備やや有利っていう展開ですね。なるほど、はい、準決勝でちょっと苦戦をしただけに気合を引き締めてこの決勝に臨んでる。そうです、もう負けたっていうのは思いを半分持ちながら戦ったって言いますか、ああ、まあ、捨て身の勝負ができますね。そのなるほど、はい、行くだけ行け、攻めるだけ攻めよう、さあ、つばぜり合いから、この小さい子は引き技がうまいですね。引いて打つことがね。そうですね、はい、やっぱり前出るのはすごく力がいりますからね。なかなか決まらんですね、はい、よく攻めてるんですけどもね、はい、もう大将戦に入りましたね、はい、さあ、大将戦の、いい面が入りましたね。ということで結局は岡山県の吉備が出力通りの力を発揮して優勝したわけでございますよね、はい、先生、またこの少年剣道の方も先生の指導もこれから大変でしょうけども、頑張っていただきたいと思います、はい、今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。阿古中学校剣道部顧問の大壁正幸先生にいろいろお話を伺ってまいりました。Too high or too low, yeah.
山県の吉備スポーツ少年団です。おめでとう。ありがとうございます。まあ、県外からこの阿公の大会に参加したわけですけれども、優勝っていう形で終えていかがですか、感想の方。まあ、嬉しいです。大将、最後も頑張りましたけれども、いかがですか今の気持ちは。いや、とても嬉しいです。これからの抱負なんかありますか。いや、これからも優勝したいです。準優勝、和歌山県の新南少年剣道クラブです。準優勝でしたね。はい。どうですか、自分では残念だなっていうのと、よく頑張ったなっていうのと、どっちの気持ちの方が強いですか。残念だなという気持ちの方が強いです。今回ははるばる和歌山からの参加でしたけれども、今大会いかがでしたか。はい、みんなと頑張れたし、力を合わせられたので、楽しかったし、優勝戦まで来れたのでよかったなと思います。これから何かこう希望とか抱負とか目指していることありますか。はい、次の全国大会には吉備少年剣道クラブを倒して、ぜひ優勝したいなと思っています。優勝、吉備剣道少年団岡山県。準優勝、新南剣道少年団。どうですか、この兵庫の阿公の大会参加してみた感想の方は。阿公の方はなかなか強いチームばっかりいた。強かったですか。いかがでしたかこの大会。体育館が大きくて強いチームばっかりいるなと思いました。でもその中で3位ですからね。すごいいい成績だと思いました。これから目標にしてることとかありますか。負けた、僕たちが勝ったチームに勝ちたいです。地元第3位の成績を収めました、阿公剣道連盟少年部です。第3位です、おめでとう。ありがとうございます。どうですか、地元の大会でしたけれども、いかがでしたか。本気を出せたのでよかったです。今回地元にたくさんのチームを招いたわけですけれども、いかがですか。やっぱり岡山とかいろんなところで強い方がいますけど、いい経験になりましたか。はい。阿公の町に忠臣蔵の歴史、これにちなんで始められた忠臣蔵期少年剣道大会、義士の町にふさわしく剣道が盛んです。この剣道を通じて全国のちびっこ剣士たちとの交流が深まっていくことが、この大会の最も大きな願いです。また来年もこの大会に参加しに来てや。そしてまた来年も元気な素敵な笑顔を見せてほしい。頑張れちびっこ。